はい、オフステージトーク石田翔吉の時事放題ですけども、久しぶりに梶秀樹さんをお迎えしています。こんにちどうも、は。こんにちは、梶秀樹です。よろしくお願いしよろしくお願いしまます。ぼちぼち公開の映画「リトル・ランボーズ」、はいはい、ちょっとこちらのお話をね、ちょっとお互いこの映画を試写会で見まして、はい、ちょっとこれあれじゃないですか、僕ら世代にはね、そうですね、来る映画ですよね。ね、そうですね。なんていう話でちょっと対談やってもらえませんか、もう一回なんていうねお話でお呼び立てしたんですけども、はい、どうですかこの80年代、まあ、前半ですよね。そうですね、舞台になってる感じだと、はい、もう僕らが中学生ぐらい、ね、そうですね、まさに中学生とかくらいの、うん、なので、はい、そうですね、なんかすごくこうまあ、ランボーもそうじゃないですか、はい、ランボーって映画自体が大体そうですし、なんかその、結構中で音楽とかも含めて、はいはいはい、すごく 80s の、うん、当時自分も好きだったなって思うやつがすごい出てくるし、実際そういうなんかパーティーのシーンとかがあって、うんうんうん、そこは本当にみんなニューウェーブというか、ちょっとみんなパンクとかちょっとゴスっぽいこと入ってましたね、うんうん、パンク格好とかしたりとかして、うん、あそこ、まあ、ニューロマンティックとか、うんうん、まさにそういう時代だなという。そうですね、うん、あの頃どうですか、まあほら割とどっぷりロックの文化とかに入る、うん、ちょっと前の年頃だったりするじゃないですか、はい、僕らも例えば中学生ぐらいだったりとかだとね。そうですね、あの頃な千葉ですよね、あの頃、うん、千葉で、はい、僕静岡だったんですけど、うん、はい、どんなものがあれでした、こう流行ったっちゅうかあれですけど、世相的に石田君は、はい、僕の一個下ですよね。僕の一個下ですね。80年がちょうど中学1年生なんですけど、ま、僕80年小学校6年で、そうですね、はい、YMO っていうのがすごく大きかったかなと。あ、はい、そうですね、ちょうどテレビとかでも結構YMO のワールドツアーとかの特番とかやったりとかして、はい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 、ニューウェーブって感じが、はいはいはい、1980年イコールニューウェーブみたいな感じがすごくあったなと。僕も初めて貸しレコード屋で、あの頃レンタルレコードっていう、ね、うん、そうですね、のがあった文化の時代じゃないですか。レンタルレコード店でソリッドステートサバイバーを借りて、 あれぶっ飛びましたね。そうですね、僕もぶっ飛びましたね、はい、中2の時ですね、あ、中1中2ぐらいでしたから、うん、僕は81、2年で YMO デビューでしたね、僕的には、はい、あとあれですね、ゲームウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチからファミリーコンピューターに、うん、そうですね、時代が動いたような頃じゃないですか、はい、僕うちの千葉の実家の向かい側に喫茶店があったんですけど、はいはいはい、そこの喫茶店でいわゆるテレビゲーム、スペースインベーダーとかにお店に置いてある宅のやつがあって、はい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 、よくあれをすごくやったんですけど、でもやっぱり中学ぐらいになったら急になんかもうお金使うのもが持たなくなって持たないですよね、持たない、ね、なんかすごい無駄遣いしてるなと思って、なんか中学1年になったら急に僕はゲーム離れをすごいして、あ、全然ゲームとかはやら、一応任天堂のでも買ったりとか したんですけど、ほとんどゲームしなくて、あ、なんか何ですかね、何をしたんだろうと思ったんですけどなんか結構今レコード買うのはやっぱり好きだったし、なんかもう音楽、結構音楽はすごく聴いたかな。僕もそうですね、僕もレコードの方ばっかりでしたね、お金かけて。そのジョン・レノンが死んだのが80年でしたね、ちょうど。そうですね、うん、小学校から帰ってきたらニュースでジョン・レノンが死んだっつって、ちょっと、いや、あの時の衝撃はまだ覚えてますね。あ、僕もそうですね、だから中1学1年だったので、もう結構そういうニューウェーブもそうですけど、ロックもちょっとずつ聴き出してて、まあ、ビートルズはもちろん聴いていたし、はい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 、だからやっぱり結構衝撃ショックだったし、ああいう FM の番組とかのそういう追悼番組みたいなやつとか聞いたりとかしたなっていう、そうですよね、何がでも起こったんだろうと、そんななんで殺されたりするんだろうっていう、ね、結構すごい疑問をすごく、暗殺って言われてましたもんね、そうですね、うん、何が起こったのかずっと理解できなかったもんね、最初ね、そうですね、ジョン・レノンダブルファンタジーってあのアルバムすごい好きだったので、あ、そうですね、ちょうどそうですね、僕子供心にダブルファンタジー、はい、そのレノンの最後のアルバムって言って買ってきて、うん、
1曲目感動して2曲目でびっくりして3曲目また感動して4曲目またびっくりいや僕もでもそうですよあれもう1曲おきになんかねあの騙された気分になっちゃうじゃないですか何なんだろうってでもかやっぱり2曲目でもインパクトありましたよね。ありますよね思春期のやっぱり思春期の時期にあれはかなりでも衝撃がでもなんか分かるこっそりよく聞いたなとヘッドホンでもヘッドホンつけながら聞いてましたね絶対あれはあの部屋でさすがに親の前で聞けないは聞かせられないなってすごいいやー本当に、うん、ありましたねそうですねあとここにねいろいろ書いてあるんですけど、はいうん、80年代の日本での出来事そうですねポール・マカートニーが大麻所持の容疑で成田空港内で逮捕ってこれ結構ね世の中そうですびっくりしましたね、うん、ポール・マカートニーがコンサート来日したら成田で逮捕ってもう日本中のファンががっかりそうですよ ね結構あのそれこそまた YMO の話なんですけど、はいはいはい、増殖ってアルバムがありました、ねはいはいはい、増殖の中で確かポール・マカートニーのこの大麻ので日本に入れないやつのあのギャグのやつって入ったの覚えてないですか。ああ、なんかありましたね。なんかそういうところに連れてかれて、それでなんかでなんかいろいろこう調べられた取り調べ官が調べで、はい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 、でもなんかサインこれしろみたいななんかでなんかいろんなところから電話かかってきてあと50枚じゃあサインしろみたいなありましたなんかあれそれその印象がすごくあのポールの実際のこの事件よりもその印象がすごく強い。結構 YMO ってねあのいろんなそういうブラックなところが、ね、そうですよね本当、うん、あのえぐくて面白かったですよね、うん、ね面白かったです、ねうん、イギリスっぽいですよねでもすごく、うん、なんかああいうギャグと、うん、音楽みたいなコメディーと音楽が一緒になんかなってる感じいや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 で結構子供の頃からこの映画にも出てきたあのあれですけど「リトル・ランボーズ」も出てきたんですけど、はい、あの匂いのする消しゴムとか、はい口の中でパチ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 という、はい、ありましたね。ドンパチ。ドンパチ。うん。あれがね、映画の中でこう、ああそうですね。思いっきりやったやったやったって感じの、うん、タトゥーシールとかゲリラ怪盗。ゲリラ怪盗でもそうですね。すごく大好きでしたね、うん、ゲリラ怪盗。でもこれゲリラ怪盗に犬縛って飛ばすっていう、この映画も犬をタコで飛ばすって。すげえなと思いましたけど、うんね、そうですねあのでも本当にランボーあの少年がまあすごくかわいい本当にかわいい男の子がランボーに憧れるじゃないですか、はいはいはい、あの全然こう体格も全然違うので、はい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 、あの感じがすごくかわいらしいなとあのでなんか結構無茶をしていくっていうか、うん、あの結構なんか できそうもないようなことをどんどんこうやってたりとかですなんかすごく本当に可愛らしい映画だなと、ね、思うんですけどあのほら子供の頃って見たものに感化されるとそのものになっちゃうじゃないですか、うん、そうですよね、はい、そうだから、まあ、ランボーもそうですけどその格闘戦闘シーンがあるものって結構、うんね、そうですねそのものになっちゃう気がなんかするんですよね、うん、そうですねあのプロレス技かけちゃう子供っていたじゃないですか、はいうん、僕なんかかけられる方でしたけどああ、うん、あのかけちゃう気になるやつっていうなんか、はいあそう全日本プロレス新日本プロレスそうまさにでもあの頃ですねまさにプロレスブームでもありますよ、ね、そう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 僕もすごいプロレス好きであそうですか全日本すごいよく見に行ってましたあ本当ですかファンクスがすごいファンクスがすごい好きでテリー・ファンクとドリー・ファンクの兄弟、はいはい、あのスピニングトーホールドって、はい、あれをよくやって僕いつもクラスでババ役だったんですよねあそう背がでかかったから背が高かったんです昔からで大きかったんですそうです大体クラスの一番後ろか2番目でガツガツ行く方じゃなかったんですけどまあそこそこプロレスまあじゃあまあじゃあ俺もやるわぐらいな感じでやってたらあ、まあ、割とこのババ役にされるみたいなあそうなんへえそんな時代でしたねそうですね、うん、ジャンボ釣れたとかそうあとあれですねガンダムがうんそうですねガンダムはやりましたねまあガンダムはでも本当すごかったですねうんガンダムそうですね僕もガンダム大好きだったしあのガンダムプラモは流行りましたあれが買えなかったです手に入んなくてそうですねでデパートの開店と同時に並んだりとかうん並んで開店と同時にこう入って買ったりとかなんかそんなことしましたもんねそうですよね
ガンダムとかも映画化になりましたよね。あ、なりました、テレビシリーズから。結構映画化になるといつも木更津ってとこが一番近いんですけど、はい、あの映画館がいっぱいあって、はいはい、木更津の映画館に初日とか朝並んだりとかした覚えが、やっぱり、うん、なんか結構小学生とか中学生結構並んでたなと、初日とか日曜日とかのなんか朝一の会とかに、うん、なんかすごい盛り上がってたなと。社会現象になりましたもんね。そうですよね、うん、ガンダムもそういえばまだ続いてますからね、いろいろ、結構あのくらいの頃のやつでずっと続いてるもの多いですよね。そうですよね、うん、80s はそれべしって感じですかね、うん、そうですね、うん、この映画で僕あとやっぱりねすごいなと思ったのが、あのビデオデッキ、うん、ポータブルで持ち歩いてこう撮影するじゃないですか、はい、うち電気屋さんだったんで、うん、あの結構リアルに分かるんですけど高いんですよねあれ、うん、すごい高いんですよあの当時 の, あのそうですよね、よく、まあ、お金持ちの家なあ、うん、ね、なんか親は結構お金を子供に持たしてるんだけど、あの外に出ちゃって、そうですよね、なんかスペインかなんかになんか、ね、になんかその 愛人じゃなくあの新しい旦那さんなのか分かんないですけど、なんか行ったりしてるんですよね。そうそうそう、確かにそんなことして、兄弟をね残したまま、子供残したまま、うん、飛んじゃってる 親みたいな、うん、で金は与えられてるんだろうけど、あの、まあ、それだけでこう満足しきれないから、いろんなことこうあちこち 手癖の悪いことして、うん、ね、してるあの不良少年みたいな、うん、そうです ね, ね、そこのだからそのやってるそこの悪さと、うんうん、あのビデオカメラとポータブルデッキを持ってるっていうそのギャップがすごいなと思って、ね、うん、あのでも映画館であの隠し撮りとかするじゃないですか、その最初のシーン、最初の方です、はい、ああいうね、なんかあのそういうやつって結構ほら、あの僕も高校卒業する頃くらいですかね、よくなんかそういうほら、あの当時まだあんまりビデオ化とかになってるものも少なかったじゃないですか、なんかそのソフトとして、だからで結構珍しい映画とかってよく隠し撮りしたやつが売られたりする店とかが売ってる店があって、それで中国みたい、もうまだ86年ぐらいとか、そのぐらいそういう店が渋谷とかにもあって、そこでなんかそういう映画買った覚えがあるなって、しかも5000円とか6000円とか結構高い値段ですごいバカバカしいな、でもそれをすごいあそこのシーン見て思い出しましたねちなみにそれ何て映画買ったか覚えてます？それはね、まさにあのピエロ・ルフーっていう映画があるんですけどその映画は、まあ、もちろんその映画はもうその当時見たことあったんですけど、あの劇場で、でもやっぱりこうあの、ね、そんなにまだビデオ化とかになってない時代だったので、もちろん DVD なんてない時代だったし、なんかでもそこの映画館は一応海賊ビデオだけじゃなくて、まあ、一応輸入のビデオのダビングとかも売ったんですけど、はい、とにかくそれあったのでこれあすごいと思って買ったらずっとなんか映画館の中でこう隠し撮りされてるやつでものすごい残念な思いをしたようなことがあるなと、まさにあのシーンはそれを彷彿と、80年代っぽい、そうですね、はい、こいつは80年代っぽいですねいや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 、はい、映画の主人公ウィルとカーター、はい、ね、2人の主人公がいますけど、うん、先輩どっちでした、どっち派でした、こう入れ込んだのは、ね、入れ込んだの、そうですね、やっぱり僕はウィルは結構入れ込みましたね、うん、僕は圧倒的にやっぱカーターでしたね、うん、あの悪ガキでもいや実際でもあのカーター可愛いですよ ね、あのすごい不良なんですけどね、うん、でもなんか熱い感じがすごい、なんかそういうか、なんかそう、あの不良なんだけどすごく真面目というか、根がすごくこう、うん、なんか素直な感じというか純粋なところ、そうですね、それがなんか最後とか結構そういう感じがすごくこう、うん、より出てくるなと、ね、うん、なんかでもタイプとしてはタイプ的には割とウィルな感じですかね。なるほど、なるほど、はい、あの二人はほらもう思いっきりもう乱暴をね辛抱してこう、うん、はい、ね、思いっきりもうその乱暴をパクったような映画を撮るわけじゃないですか、はい、まんま感化されちゃって、はい、どうでしたその、ま、中学生ぐらいとか、はい、ま、なんなら小学生ぐらいの頃とか、うん、こうなんかなりたかったものとか自分がこう感化されていたものとかないですか？そうですね、うん、
小学校の頃とかはなんかキャンディーズとかすごい好きでした。アイドル。いやあのまあまあね。そうですね。すいません。まあ好きっていうとね、まああのまあピンクレディーっていう人もいるでしょうけどね。すいません、ごめんなさい。全然ヒーローじゃないですね。ちょっと感化されはしないかじゃなくて。そうです、ね。思うんですけどね。そうですね。すいません。やっぱりでもそうですね。ガンダムですかね。それまた違いますかね。いやいや、すみません。アムロですか。やっぱアムロですかね。はい。父さんにも殴られたことないのに。そうですね。やっぱりアムロは結構ちょっとヒーローだったかなと、はい。ガンダムのすごいところってやっぱ僕ね、あのリアリティだと思ったんですね。僕自身が当時そのがっつり惹かれた理由が、はい、それまでほらロボットアニメっていうと、なんかもう身長57メートル、体重550トンとか、世界征服を企む悪と戦うっていう、なんかそういうね、そうですよね、戦隊ものとウルトラマンと別に変わんない、単に戦うものがロボットになっただけっていう、だからとりあえずなんかそんなもんだったじゃないですか、ロボットアニメ、はい、それまで。そうですね。ところがガンダムになったら、悪と戦うんじゃなくてその戦争ですよね。そうですね。独立したしようとする国と、その地球連邦との、その戦争っていう形で、しかも出てくるロボットと言わずモビルスーツという言い方をして、そうですよね、でサイズもなんか身長が全長が17メートルぐらいっていう、そうです、ね、すごいありえる、ありえるサイズのなんか、そうですよね、戦闘マシンとしての扱いっていうのがすごくなんかそれまでの子供っぽいロボットアニメとは考え方が全然違くてね、そうですよね、そこはびっくりしましたね。それになんかこうストーリーっていうかあれですよね、結構こう対人というか、もうちょっと人間模様みたいなものがすごくこう割とアニメーションの中にこう、今までのアニメーションだったら割とそこまでそんなに突っ込まないだろうみたいな感じの、そうですね、人間模様とかそういうものがこう入ったりしてて、僕もなんかあれですよね、かなりニューウェーブというか、それこそアニメーションのニューウェーブな感じ時代というか、だってあの普通だったらそれまでのアニメだったら悪者いい者っていうだけの考えのところは、敵にシャーってカリスマがいるっていう、そうですよね、それがすごいですね、敵にカリスマすごいですよね、そうですね、僕ララーがでもすごい好きだったんですよ、まあどうでもいいかもしれないですそうですね、はい、そうですね、見てますね、その後ほら何でしたっけ、あの愛覚えてますか、マクロス、マクロス、マクロス、はい、マクロスとかなんかあのいろいろこう小難しいって言っちゃあれですけど、はい、あのいろんな要素をこうなんか取り入れたロボット系のやっぱりアニメがどん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 いろいろ出てくるじゃないですか、そうですね、はい、でまああのエヴァンゲリオンとかにつながっていくわけじゃないですか、はい、そうですよね、その辺の出発点がガンダムですからね、いや本当にすげえな、すごいなと、はい、でも何が一番びっくりすって日本がこんなになるなんて思ってました。あ、そうですね。80年代って全てが上り調子でいったじゃないですか。そうですね。ねえ、なんかすごく上り、それにちょっとその前ぐらいから考えるとすごくこうまだ80年ぐらいってあノストラダムスの大予言みたいなのってまだあったじゃないですか、やっぱりすごく確かに、そういう確かに、きっと1999年には本当に滅びるかなと結構でもまだ中学高校ぐらいの頃はまさかそんなことはないだろうって思いつつも、でもどっかにはそういうちょっと本当になんかやっぱりなんかそういうこともありえるかもしれないというふうに、世界滅びちゃうのかななんて、どっか思ってる部分もあったかなとね、はあ、確かにそうでした、だからまあそんなことはもちろんなかったわけですけど、そうですね、しらっと何もなかったですねそうですね確かに80年代は本当に上り、そうですね、本当に、ね、日本のエレクトロニクス技術がガンガン伸びていった時代で、ね、もう日本のそうですね、あの電化製品もそうですし自動車もそうですし、世界の工業製品のなんかトップを全ては日本が、ね、そうですね、突破していくような時代だったじゃないですか、はい、で
バブル絶頂を迎えるところまでね、うん、そうですね、行きますからね、まさか今日本がこんなになるなんて、世界がこんなになるなんて、うん、そうです ね、 誰も思わなかったでしょうし、レッグウォーマー入りましたね入りましたね。でも本当に 80s の頃に、それこそここにあのストップひばり君もありますけど、はいはい、なんかストップひばり君のファッションとかってまさにそういうレッグウォーマーとかもそうだったし、はいはいはい、まさに 80s っていう感じの、はいはいはい、でも本当にこの例えば5年に00年代になって、はい、特にまあ特に中期ぐらいからってものすごい 80s リバイバルっていうか、まあね、すごくあったなと思うし、なんかファッションも今もそうですけど結構 80s の頃のファッションのなんかリメイクっぽいものってすごく多いなと思うんですけどね、すごく60年代70年、まあ、50年代からでいいや、50年代60年代70年代80年代90年代ってこう見てみると、はい、音楽にしてもファッションにしてもそうなんですけど、80年代だけなんかボコッとちょっと変じゃないですか、うんうんうん、そうです、うん、はい、そうですね、ね、うん、音楽の世界でもなんか80年代だけすごい妙にこうなんか前後の脈絡がないっていうか、そうですよね、突然変異的なことが起こったでしょう、全然それ違いますよね、うん、まあ、もちろん80年代の音楽もその地続きではある部分もあるけど、明らかにやっぱりこういろいろ多分楽器とかのやっぱああいうシンセとかいろんなもののこうテクノロジーの進歩が一気にそこで あったからなんですかね、なんか全然違いますもんね、そこで音楽の質感が で時々80年代のテレビドラマとかをテレビでなんかそのシーンとかやってるのを見ると、はい、ファッションとかすごいことになってるじゃないですか、うんうんうん、あの男も女もみんなレンホーみたいな髪型してるじゃないですかそうです、それ思ったらね今日気が付いたんですけど、はい、レンホーって一人でずっと 80s のままでいるんだな、あの人と、あそうですねああいうでも 80s の頃に割と僕、まあ、自分も結構 80s の人間だとは思うんですけど、はい、でもまあそれでもこうまだティーンエイジャーだったとか、80s の頃に20代とかの割と結構ガンガンの人って変わらなかなかきっと変わらないんじゃないかなっていう変えられないでしょうね、うん、割とすごく世界が強いというか80s の頃 あのだからなんかああいうほらグラビアアイドルというかレースクイーンみたいな人とかいるじゃないですか、はいはいはい、流行ったじゃないですか、はいはいはい、80年後半とかの、はいはい、ああいう人って今最近また出てきてもやっぱりあんまり変わんないですもん、ね、あのままですよね、あのままですよねでも確かにあんま変えようがない気がするというか、そんなに潰しが効かねえっていうかそうですよね、でもそういうやっぱり時代もやっぱり20年ぐらい経つとやっぱりまた回ってくるのであれですよね、またそういうことが割と普通にまた見えたりとかね、そういう時もあったりするしあのほら最近になってまたレグウォーマーがリバイバルしたりとかしたじゃないですか、うんうんうん、でも今のリバイバルのその80年代のファッションとかの取り込み方ってなんかあくまでも今ある形に対してうまく取り込んでるっていうか、うんうん、ね、はい、そういう感じするんですけど、そうですね、80年代のファッションってすごい無理くり感がすごいじゃないですかすげえ強引なね、そうですね、すごいあって、うん、分かりやすいのが最近ほら安全地帯が結構テレビでワイドショーが出てくるじゃないですか、うん、80年代の安全地帯のルックスってそうです、ね、もう絶対理解できないところあるじゃないですかそうですよね、確かにあの時代はだったら別に割とちょっと普通だったっていうか、まあね、男の人が別に化粧したりとかするのもそんなにこう実あの当時は別にそんなにすごいこととは思わなかったけど、今見るとやっぱりものすごいこうあれがありますよね、だって60年代のロックファッション、70年代のロックファッションって別にね、あ今ちょっとこれやってみようかって言っても、はい、かっこいいなと思って、うんうん、ね、別に できるものあるじゃないですか、はい、そうですね、でも安全したらかっこやれって言ったら絶対嫌でしょそうですね、それはそうですね、無理っすよね、あれ、あれでも今10代後半ぐらいの子とかでああいうふうになる人 いますかね、どうなんですかね、絶対いないですかね、うん、確かに80年代のファッションはやっぱ結構強烈なものが多いですね、ですよね、うん、なんでなんでしょうね、あの時代だけ ねなんか解放された感じがやっぱり70年代ってやっぱりすごく閉鎖的な部分って結構きっと、うん、しらけとか、まあ、80年代もよくそういう風に言われるかもしれないけど、うん、70年代の方がきっと
よりそういう感じだったような気が、わかんない、僕実際はねそれわかんないですけど、なんとなくそんな80年代の方がなんかものすごくみんな自由度が高いかったような感じが、やっぱあれですかね、経済がやっぱり伸び、ぐんぐん伸びてる時っておかしくなっちゃうんですよね。結構でもリトルランボーズにちょっとまたあれだったんですけど、はい、あの割とファッション、やっぱりイギリスがやっぱり舞台だからか分かんないですけど、でなんか結構そういう恥ずかしさがあんまない、なかったな、逆にすごくものすごく可愛いなとみんな、でしかもああいうそういうなんか小学校6年生の子たちがなんかそういうパーティーとかやるシーンとかありますよね、あの本当にああいう場所とかものすごくこうみんなおしゃれしてて、当時本当にニューロマンティックとかゴスとかそういう感じのみんな格好とかしてて、みんな なんかすごく可愛らしいなと思ったりとかして、やっぱイギリスですよね、やっぱりさすがファッションの、あれを日本に置き換えたらと思うとちょっとゾッとするですからね。そうですね、竹の子族とか出てきてたじゃないですか。そうですね。もしくは一世風靡、ま、そうなっちゃう感じですか。いやよかったイギリスで、うん、そうですけどね、はい、あのほらフランスから来た留学生、交換留学生ディディエでしたっけ、はい、ディディエ、彼がねやっぱりあの、ファッションパンチ効いてますよね、そうですよね、あのニューロマジで行ってる、もう思いっきりニューロマ行ってる感じの、なんかこうフランス人な感じがいい、フランス人のアイロックファッションみたいな感じがちょっといいですよね、なんか、まあ、まさにニューロマなんですけど、なんかちょっとこうなんかフランス人はなんかちょっとこう少しこうエスプリがやっぱり効いてるんですかね、分かんないですけど、なんかかっこいいですよねすごく、はあ、あの彼がバスから降りてきて最初の言うこととか、マイクよこせってボンジューって言うんですけど、役がよーって言うんですよね。そういうニュアンスかこのボンジュールは、よーっつってよーでいいのかなここって。そうですね、ちょっと思ったんですけどね、まあ非常に面白かったですね、はい、というわけで、はい、2週目も、お互いがこうあれですね、はい、私たち2人が、まあ、感動を受けた、衝撃を受けた映画とかそういう話にしたいと思いますので、はい、次週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お話を伺いました梶秀樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、オフステージトーク石田正樹の時事放題、梶秀樹さんをお迎えいたしまして、リトルランボーズと80年代をちょっと切っていこうという、はいはい、特集でございますけども、非常にまあ面白い映画だったんですけども、うん、はい、そうですね、はい、このね監督脚本、はい、脚本監督の、ガース・ジェニングスさんですね、はい、聞いてみたいことなんかないですか。あ、そうですね、急に言われてもらって感じだと思うんですけど。ちょっと僕対談とかなんかやりそうな、あ、そうですか、スカイプで、あ、そうなんですね、上げますんで、ちょっともしあれでしたら。そうですね、あの僕もでもあのあちょうど試写会に行った時に、はい、あのちょっと資料を 見せてもらって気が付いたんですけど、はい、あのブラーのコーヒーアンティーとか、なんかあのベックのプロモとか 作られてるんですよ。あ、でもすごいブラーン、でもコーヒーアンティービーはすごい、まあ、ブラー自体すごい好きなんですけど、はいはい、まあ、コーヒーアンティービーは特にあのプロモーションビデオすごいよくできてるので、あ、でもその監督なら、あ、こういう感じなのかっていうのはすごくよくわかるなと思うんですけど、バッドボイスリムとかもやってましたね。そうですよ、ああいうでも発想がやっぱりなんかなんて言うんですかね、この映画もそうな、リトルランボーズもそうですけど、リトルランボーズはやっぱり本当に自分の少年時代って感じがすごく、きっとなんかこうの頃のことなのかなという感じがすごくしたりしたんですけど、なんかでなんかそういう頃のなんかそういう好奇心みたいなものをすごく今でもすごく強く持ってる人なのかなと。あとそのコーヒーの TV のあのミルクのキャラクターとかってすごくなんかああいう発想はすごく面白いなと。ミルクがキャラクターが旅したりとかして、なんか通じるものありますね、確かにね。そうですね、はい、なんかすごく、なんか実際でも本当、まあもしかしたらまあランボーもすごく好きだったのかもしれないですけど、結構そういう影響を受けたやっぱりなんか映画だったりとかそういうものってすごく興味があります。ああ、じゃあそれ聞いておきますよ、じゃあ、はい、音楽とか、あんた何影響を受けたのって。すいません、静岡弁で聞いておきます。お願いします。僕でも逆に今その話聞いて思ったの、聞いてみたくなったのは、これ自分のことですかっていう、そうですね、自分の中に何かこういう衝動があったんですかっていうのをちょっと聞いてみたくなりましたね。そうですね、
だって僕らが小学校の頃にビデオカメラ持ち出して映画撮ろうなんて思わなかったですよね。そうですよね、全然ね、大体すごい値段してたし。そうですね、ビデオカメラも、うん、そうですね、そういうふうには思わなかったなと。うん、すごいですよね。確かにその、まあ、想像力というか、モチベーションの塊っていうかあれですよね、映画の中全編にそれが。そうですね、まずだって主人公がだってパラパラ漫画、壮大パラパラ漫画から壮大なストーリーを作るとっていうまずね、そういうキャラじゃないですか。うん、そうですね、まあ、そっからもだってクリエイターのモチベーションがもうギンギン出てんじゃないですか。うそうですね、うん、でそれがなんかインチキ映画を映画館でパクッと撮ってくるようなやつと一緒になっちゃったからもうそれは大変っていう。うん、そうですよ ね、そういう拍車をかくね、うん、クリエイター魂が2人して拍車かかってっていう、うん、そういう展開ですからね。はい、ですね。僕はこれ子供に見せたいですね。あ、そうだ、それはいいですね。あ、私お父さん、さすがやっぱりいいこと言いますねすいません。あの撮影のシーンで、うん、なんかあのドラム缶となんかシーソーみたいなの使って上からなんかこう思うものをバーンってシーソーに落として、うん、でウィルがポーンって飛び上がって後ろにダーンってね、はい、なったりとか、あの木から傘を差して飛び降りたりとか、うん、そうですよね、やんちゃなんですけど、うん、そういう発想で何かできるっていうことで、あのそれ実行しちゃうっていう、うん、そういうのってやっぱ見せたいですよね。うん、そうですね、確かに子供には子供に見てもらいたいですね。でもすごく、ね、僕はちょっと子供見せたいなと思いましたね。さてさて、今回あの梶さんと私でですね、はい、実はポスターを1枚ずつ書いてきたんですね。はい、でこれはどういうテーマかと言いますと、これテーマがあれですね、最初の感動という、はい、世界で一つだけのポスターということで絵を描くという、まあ、宿題を我々、賜ったわけですが、はい、私はこちら の、 あの文字通り小学校4年の春に見た、未知との遭遇という、はい、あ、ごめんなさい、これ小学校3年の時です、僕見たの。もう小学校、はい、3年でした、ね、はい、うん、3年の時に見た、未知との遭遇という、それまでの SF をひっくり返す、うん、映画だったんですけど、はい、梶さんの方は、先輩は。僕はですね、いろいろ迷った挙句、はい、高校1年生の時に、はい、見た、放題はちょっとこうきっとあんまり言っちゃうといけないです。そうですよね、僕今言葉選んで自分で言えねえと思って、ピエロ・ルフーっていうなんかジャンリュク・ゴダールの映画をもう高校1年生の時の入ってすぐぐらいにこの映画を見てものすごい衝撃を受けて、なんかそれから本当にそういうなんかものづくりっていうものに対してものすごくこう興味を持ったなと、はい、っていうのもあって結構この映画を、あ、もっと本当は小学校の時、小学校の時に見た本当は第二候補としてハウスって映画が ありました、大林監督のハウスにしようかなって結構思ったんですけど、ハウスものすごい衝撃が強くて、あの 好きとか嫌いとかって、まあ怖い映画じゃないですか。怖いですね、あの、はい、ファンタジーなんですけど、ものすごくあの撮影のあの生首が飛ぶシーンがあって、生首であのあのスイカをほら、あの スイカを井戸の中にこうね、あの冷やしてくるんですけど、ある時そのスイカを取り上げると女の子の生首になってるとか、あれがで生首が飛んできてお尻に壁につくんですけど、あの尻の怖さって言ったら本当にもうずっと忘れられなくて、もう本当に小学校から中学校にかけてものすごいこう、なんて言うんですかね、確かにね、もうあの梶先輩がその生首がケツに噛みつくシーンの絵を描くかと思う想像をちょっと、ね、あのキャラ的に不可能ですね。そうですね。ちょっと結構思い浮かべられないですね。書き出したんですけど、やっぱりちょっと、はい、ちょっと無理あるかなと思って、やっぱりこっちに。はい、いやーでもこの映画ね、これサインペンですか全部。はい、全部サインペンです。すごいですよね、丁寧で。いやいや、もうあの割と勢いでもう書いたんですけど、なんかこう
とりあえずなんかその映画ピエール・ルフーってなんかものすごくこう総天然色というか、うん、すごくテクニカラー あのすごくビビッドな色の印象が強かったので、うん、何かこうなんか色をたくさん使いたいなと思って、それでなんかこう結構綺麗な割とビビッドな色を結構中心にこう、いやそれにしてもなんかめちゃくちゃ絵心がある感じするんですけど、すごいですね。ああ、ありがとうございます。いやまあそんな、あでもファッションデザインを実はやりたくデザイナーになりたくてですね。なるほどなるほど、はい、10代の頃は有楽シネマ、そうです有楽シネマ。あこれじゃ あのなんかモチーフにしたポスターが、そうですね、実際はもう割とシーンとかをこうなんとなくこうなんか、はい、持ってきて、それで、まあ、有楽シネマで見たのです、その当時。あ、なるほど。まさに1983年、4月29日かどうかはちょっとこう定かでは実はないんですけど、はい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 、確かこのぐらいだったかなと。なるほどなるほど、素晴らしいですね。という感じです。めちゃくちゃカラフルでポップなね、梶先輩の絵とめちゃくちゃ白と黒で、そうです、すごくクールですよね。ものすごい渋いなと。でもこれめちゃくちゃあれですよ、実際のポスターを見てものすごいガン見してコピーしたんですよこれ。あ、うん、うん、はい、でもそうですよね、すごい細かい、なんていうんですかね、まさにって感じがすごいしますよね、すごく。しかも綺麗ですよね、この辺のこの光のところのこの感じとか、いろいろ頑張ったんですけどね、はい、うん、いやすごく、うん、やっぱ子供の頃に、あ、初めて、はい、子供だけで、あるいは自分だけで、うん、はい、要はその保護者に、あ、はい、保護者同伴でなく見に行った映画って何ですか？そうですね、なんだろう、銀河鉄道水大ですかね、あの劇場版のやつか、はいはいはい、とかなような、それこそハウスとか多分保護者に多分誰かついててもらったような気がしますね。結構でも映画のその頃見た映画ってもすごく強く、結構強く残りますよね。残りますよね、やっぱりこう、うん、ハウスとか、ハウスものすごい、まあ、すみません、ハウスはものすごい残るんですけど、エレファントマンもすごい、ね、エレファントマン、エレファントマン中学2年生ぐらいの時だと思うんですけど、はい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 、エレファントマン、ね、ジョン何でしたっけ、ジョンの、はいはいはい、こう取られちゃうじゃないですか、はいはいはい、で僕は本当にダメなというか、なんていうんですかね、今思うと本当にこう なんていう表現したいか分かんないですけど、エレファントマンみたいな映画を中学2年生で僕の学校の学校とかあんまり見に行くタイプの映画じゃなかったんですよ、ね、やっぱり話題作ではあったけど、そんなにちょっとこう、はい、少し大人ぶってるというか、で僕はそれを見に行って、学級新聞とかが、はい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 、半新聞があって、はい、半新聞とかで、はい、エレファントマンの正体はこうだったみたいな正体暴露して映画のラストシーンだっちゃうんですよね。すっごい今思うと本当にいやらしいっていうかそんなこと するなよってでもね、なんかでも中学生の時は結構そういう感じだったなと、ちょっとなんかみんなが見てないようなものを見て、うこうちょっとこうエツに浸ってるような感じがちょっと、なるほど、ちょっと、ま、はい、おませな感じの、そうですね、はい、エレファントマンがモノクロでしたからね。そうですよね、うん、なんで白黒映画やるんだろうと思って。そうですね、でも今思うとすごい本当にこう、まあ、今じゃなくてもそうですけど、まあ、本当にアート作品というか、うん、すごくこうね、なんか芸術性が高かった映画だなって、すごく。そうですね、うん、そうですね、だからリトルランボーズみたいな映画も本当はだったらこう全国でこうね、いろんなところで公開されるようなタイプの、うん、内容的には別にそういう感じがすごくするんですけどね、うん、なかなか単館とかのやつとかだとやっぱりどうしても小学生がすごくね、普通に一人で見に行ったりとかはなかなかするような感じ、うん、そこまでにそんなに小学生は混ぜてないかなと、確かに確かに、と思う。でも決して混ぜてる映画ではないと思うし、うん、なんかね、そういうのが今もったいないなと、ちょっと、うん、お父さんがやっぱりこうね、親父がね、ね、やっぱり親父が見せなきゃ子供に、そうですね、うちの娘が今一番上が10歳なので4年生なんですけど、いいですね、ちょうどね、
いい時期じゃないですかね、こういう映画見せるのにね。そうですね。でもなんかすごくこう風景、イギリスのそういう風景とかも良かったりするじゃないですか、はい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 、そういう、まあ、カルチャーもそうですけど、やっぱり風景だと、うん、すごくなんか上層教育というか、わかんないですけど、はい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 、すごくなんかいいような気がするというか、うん、こうイギリスに憧れたりとかしてこうやっぱあの何でしたっけ、あの6年生の、はい、うん、何でしたっけ、そのお楽しみな、はい、なん何ルームでした、コモンラス、コモンルーム、コモンルーム、あそこでやっぱり繰り広げられてるあのね、うん、そうです、いろんなあのなんて同じ振り付けでみんなが踊る、うん、あの本当にディスコ、その当時のディスコみたいな感じとか、うん、そうですよ ね あれきっとあれは普通にあるのが普通にあったんだろうなと思うと、うん、すごいやっぱりすごいですよね、うん、やっぱ混ぜてますよね、ね、ちゃんとああいうのをみんなこうなんか企画してっていうか、うん、そういう場所、うん、まあそういうのが作られてて、しかもあんな普通にこうキュア、まあ一キュアだったりとか、はいはい、スージャン・ザ・バンシーズとかそういうのがあったりとか、はいはい、まあその時に流行ってるそういうちゃんとニューウェーブみたいなものが、うん、そういうかかったりとかしてて、すごくなんか別にアイドルとかってわけじゃなくて、なんかそういうのがかっこいいなと、うんうん、そうですね、日本で考えたらきっとなんとなくこう、もうすごい松田聖子さんの歌謡ショーみたいな感じなんかそういうね、ちょっとカラカラオケのじゃないですけど、きっとみんな、うん、もし6年生とかで集まってやるとしたらきっとみんなそうなりますよね、はい、なんかそういう感じかなと、うんうん、本当にそうなるでしょうね、うん、でもそう、あとはその前だとピンクレディでしたからね、あ、うん、やっぱりそういう風にそういう歌謡曲でなんか踊っちゃうとかになりますよね、うん、僕らの子供の頃のこと考えるとどうしても、うん、もうどうしてもそういう感じが、ね、スージー&バンシーズなんてねえ、そうですね、ゲーリー・ニューマンとか聞いてたりとか、ね、ゲーリー・ニューマンだったからなでもまあイギリスだったらまあそれが割と普通だったりっていうのは結構いいですよね、なんかそういう、うん、その辺ちょっと監督に聞いてみた方がいいですね、じゃあ、うん、あれ、ね、あれ本当ですかって、うん、ものすごいイケてる人たちしか聞かなかった音楽じゃないんですか、本当にみんな聞いてたんですかあんなのみたいな、うん、そうですね、うん、それちょっともう聞いてみます。あんまりこう普通にストレートに入ってこないところから選曲されてるのはすごく面白いんですけど、うんうん、まあ、唯一デュラン・デュランのワイルドボーイズとか、はい、まあ、あとデベシモードのね、まあ、うん、そうですね、ジャスケンとゲイナとか、多分ねゲイリー・ニューマンとかってすごく向こうではものすごく人気があるというか、うん、あのなんかイギリス割とやっぱイギリスで流行ってて日本ではあまり流行らなかったものもあったりするじゃないですか、はい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 、ゲイリー・ニューマンって結構なんかあのその後今とかでもあの、うんうん、あのなんかこうあのまあなんていうんですかね、コメンテーターみたいなのでテレビに出たりとかすることもあるくらいの感じの人だったりするから、多分きっとすごくあの売れてたんだろうなという感じがしたりとかするんですけど、はいはいはい、はい、うん、でもすごく監督がやっぱりすごく音楽好きだっていうのをすごく感じるなというか、うん、そうですね、うん、全部これ監督の趣味なんですかね、まあ、ね、おそらくそうなんでしょうけど、うん、まあ、脚本まで書かれてるからそうなんでしょうけど、まあ、あのニューシューズのI can't wait とかですね、うん、はい、まあ、さっき言ったデュラン・デュランのワイルド・ボーイズとかですね、スージー&バンシーズのピーカー・ブーとかですね、うん、ゲイル・ニューマン・カーズ、これジョナサン・リッチマン・ザ・モダン・ラバーズのエジプシャン・レゲエとかですね、はい、キュアのクロス・トゥ・ミー、うん、デペッシュ・モードのジャス・キャンド・ゲット・イナフとかですね、はい、あれですか、このジョナサン・リッチマンのあのエジプシャン・レゲエ、これ77年のあの発売、はい、らしいんですけど、でもカジさん曰く、ああそうですね、これは確か80年代初期に多分それこそ2年ぐらいだと思うんですけど、はい、あの何がきっかけかはあのそこまで知らないんですけど、すごくイギリスで大ヒットしたんですよ、エジプシャンレゲエ、だから多分ナンバーワンとかで多分なったと思うんですけど、だから普通に一般的に多分よく知られてる曲というか、はいはいはい、だからジュナさんのこと知らなくても知らない人でも多分エジプシャンレゲエは絶対知ってるぐらいな、多分知名度のある曲というか、そうですね、そういうのも面白いな、そうですね、ちょっとひとひねりあるんですね、だからね、うん、いろんな、そうですね、はい、見方がね、うん、
そうですね。やっぱニューウェーブカラーが結構そうですよね。色濃いですよね、うんうん、あのファッションとしても結構そのニューウェーブっぽいところ、まあ、ちょっとゴシック入ってると思いましたけど、うんはいうんうん、そういうところがいろいろそのなんていうの、あの当時イギリスでは割とその本当にそうしたらおしゃれだなってすごく思うんですけど、ね、まあ、そこはちょっと突っ込んできますよ。はい、そこはちょっとこうあれ本当にそんなことありましたかって、うん、やっぱり地方とかにいたらまた違うのかなとか、ね、あとはニューカッスルとかそう分かんないけど、かなり北の田舎とかにの街とかだったらそんなコモンルームとかでもそんな人はいなかったんじゃないかとか、ね、ちょっとその辺はじゃねえのみたいな、ね、そうですね、ちょっとその辺はちょっと知りたいなと、ね、あまりにもおしゃれでしたよね、うん、あそこの、うん、なんかあのぶっ飛んでるというか、うん、そうですね、うん、まあ、でもトップオブザポップスとかできっとああいうものアーティストもきっと出てたんじゃないかなと思うので、うって考えるとやっぱりそういう BBC のそういう有名なそういう音楽普通のベスト10みたいな番組でなんかそういうファッションの人が出てきたらみんな小学生とかだったら結構ダイレクトにジュリーの真似とかは分かんないですけど僕らがなんとなくしちゃうような感じでそういうことをしちゃうのかなというのもちょっとうん思ったりもするんですけど、でもジュリーのメイク衣装しないですね真似なかったじゃないですか。そうですね、すいません、そのことはしてないですね、うん、確かに、まあでもイギリスですからね、うん、そうですね、ですね、この国だったらまあこのぐらいのことはあっても驚かないなっていうのは確かにありますね。話脱線しますけど、はい、カルチャークラブの中で、はい、一番好きな曲なんですか。一番好きな曲ですかあ、そうですね、ファーストを、はい、中3の時に買ったんですけど、まあ、千葉だったしあんまり輸入版とかっていう感じよりはやっぱりあの木更津でミントンハウスっていうレコード屋さんがあってそこであの日本版がちょっと出て買ったんですけど、すごいよく覚えてるのがそこ の, あの店長さんがいて、店長さんは割とうちのお父さんっていうかお父さんとかうちのお父さんがやってるお店があって、そのお店の事業主とか仲良かったので、はい、割と僕も仲良くさせてもらったんですけど、秀樹くんこんなの買っちゃう買ったら お父さんに怒られないみたいなことって言われて、そんなそんな別に芸の人がゲイっていうか、まあその時はオカマかもしれないですけど、オカマの人がやってるからって別にそれ買っちゃいけないのかなとそんなに悪いことして、なんかほらただセックスピストルズだとやっぱり確かにちょっと名前でちょっとあれかなっていうのがあるかもしれないですけど、そんなに変なことじゃない気がするんだけどなと思ってでもすごいその言われたことがものすごくびっくりしたなと、なんかあこういうふうに言われちゃうんだなと思って、でも全然あの全然好きでしたけど、面白いなんで怒られちゃうんだろうなとちょっと田舎っぽいですよね、そういう話がちょっと いい話だなそれでちょうど高1の時に初来日公演があって、それでチケットまで買ったんですけど、なんか行けなくて、あの何ですかね、分かんないですけどなんかすごいお父さんに怒られるから、なんかあのやっぱりファッションすごくこうあれじゃないですか、こだわってたじゃないですか、はいはいはい、で、はいはい、僕も当時結構あのロンドンファッションというか原宿のそういうロンドンのものを置いてるお店とかに結構行ったんですけど、はい、あのなんかそれでそのボーイジョージはスークローズっていうなんかブランドのやつを着てるとか、うん、いろいろそういう情報とかで、うんうん、それでかあのまあ、あんま分かんなかったですけど、まあ、でも買ったり買えなかったりみたいなのか、あでもあのいずれにしてもそのなんて言うんですかね、きっとすごいファッショナブルな人たちが集まるのかなと思ったらちょっと怖っ気遅れしちゃった気遅れしたかなとなんかそんな印象がなんとなくあったかな。なるほど、はい、そうですね。あのじゃあ当時あれですか、じゃあずっと割とそのニューウェーブからゴシックのファッションとか影響を受けてそういう服も着てた感じですか。そうですね、特にその多分それ高校1年の後半ぐらいからよりゴシックみたいな感じになった感じですかね。それまではまあもうちょっとニュー、まあそれこそちょっとロンドンっぽいっていうかそういうボーイジョージみたいな感じのものとかって言っても あ, んな派であそこまではできなかったですけど、なんかあんなのが好きだったんですけど、パンチとパンクみたいな感じ。やっぱり関東の人はおしゃれですねいやいやいや、そんなことないですよ、うん、
そうです、ね、僕はというかもうずっと挑発でしたその時代。あ、はい、もう結構ハードロックをすごい聞いてたんですか。そうですね、ハードロックというよりもあのハノイロックスみたいな、あ、かっこいいです、ね、当時ほら大貫健翔さんなんかが、うん、あのつばの広い帽子に黒いサングラスかけて、はい、なんかその本当にハノイロックスみたいな格好してたじゃないですか、うんうん、はい、そうですよね、割とそのハノイみたいな格好してるやつが結構街にいっぱいいて、うんうん、なんか僕もそんなのの一人でした。へえー、はい、あ、そうなんですね。なんかあんまりでもほら田舎に住んでるとあんまりそういう服も手に入らないから、うんうん、なんか似たようなものをなんかあの着て持ってきちゃ寄せ集めてなんかなりきれてないなんか中途半端な感じの田舎ロッカーでしたね、文字通り。でもつばの広い帽子流行ってたか、まあちょっとそういうありましたよね。僕もつばの広いやつを買ったりとかした時代時があるなと、うん、であの T シャツの袖をジョキジョキ切って、うん、そんな感じでしたね。あ、僕ゴシックとかすごい好きだったので、はい、あの女性ものの網タイツを買ってきて、網タイツのこう足のところをこう切って、あのでまたのところを切って、で網タイツをこうかぶる、かぶるというか顔にですか。いやいや、すいませんなんか網タイツ、あ、そういうファッションが網タイツで、網タイツのこういうなんかメッシュの、いわゆるメッシュの中、はい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 、でそれでそれにこうなんかちょっとこう袖がない、あのない、なんかこうベストみたいなやつを着たりとかみたいな、ちょっとそんな感じのゴスっぽい感じのファッションをしてたなと。おかしいですね、あの網タイツを買うのは不思議だな、なんで網タイツ買うんだろうなと思うんですけど、でもかといってああいうものは売ってなかったですね。あのこうわざわざこういう、もう最初からこういうふうにこういう上からかぶってこう手が開いててとか、そういうのは売ってなかったなと。そういうゴシックの人って靴とかはどんな靴履かれてました？靴はそうですね、なんか一応ドクターマーチンとかも履いたりもしたし、うん、なんかちょっとこうドクロとかがついてる、こうなんか先が尖ったようなブーツとかも履いたりとかしたなと。もうあと大中のカフシューズありますよね。履きました。ね、あれも流行ったのもあったのかもしれないですけど、流行りましたよね。あの結構僕のすごく好きな、あの日本のそのソドムっていうバンドがいて、そのソドムの人とかもよくあの履いたので、うん、あ、やっぱりでもそれもかっこいいなと思って、うん、普通にあの大中のやつ入りましたね。カンフーシューズは何足履き潰したかなっていうぐらい履きましたね。そうですよね、なんかニューウェーブな感じしますがありましたよ ね、 ね、うん、確かにそうです、そうでした、うん、ロックにカンフーシューズありでしたね。そうですね、なんか今だったらなんかちょっとなんか全然ない気がすごいするけど、ないですね、ないですよね、ロックにカンフーシューズありえないですね。でも80年代はありましたよね。80年代の中期ぐらいまではそれが結構許された感じ、許されたっていうか、まあ逆にかっこいい感じが、うん、結構どのジャンルでもありだよ、うんうん、そうですね、許された感じありましたね。僕もでも全然服は本当にもう全部東京で買ってましたね。原宿か渋谷か、うん、近いですからね。でも千葉からはそういう意味で、そう、まあでもうち本当に千葉でも田舎の方なんで、そうですね、1時間半とか2時間ぐらいかけて行ってました、うん、だって僕ら新幹線乗って感じでしたからね。あ、うん、東京なんて新幹線だったらすぐですよねてか子供の新幹線そうですねその金で服買いてって感じじゃないですかそうですねだからあのあれですよダブルデッカーとかブラックとか通販あったじゃないですか、うんうん、まあ、年に1回ぐらいはああいうのなんか通販で買っちゃいましたもんね。うん、あ、そうですか。そうですね、ダブルデッカーとか、ダブルデッカーとかああいうお茶の水の方は割と千葉からだと結構近め、逆に近めだったり、総武線で行きやすかったですね。そうでしょうね。あのリトルランボーズを実際見て、はい、80年代の映画じゃないですか、うん、はい、80年代当時をこう場面にしてる映画じゃないですか。で今僕らこう喋ってきたような、その自分たちが80年代にどういう格好をしてたかとか、そういうのを思うとどうですか。あの人によっては恥ずかしくて、ちょっと自分のことを思い出すと恥ずかしくてって人もいると思うんですけど、僕でもそんなでもないんですよね。そうですね、そうですか。あのっていうのは
あの前の週で話しましたけど、はい、それこそそのほらトレーナーで人前に出ちゃうようなその残念な時代だったなっていう中においてはね、例えばほらゴシックの格好してたとか、はい、ハノイロックスの格好してたとかっていうのはその中ではすごい前線してたと思うんですよ。そうですよね、結構すごくそう、ね、そうですよね。あのなんか見えない敵に向かってちゃんと戦ってたじゃないですか、うんうん、はい、そういう意味では僕ら戦ってました ね, ねそうです。僕もなんかそういう意味で言うと高校時代とかのは全然そうですね、すごく頑張ってたなと思うしですよね、はい、あのそんなにこうもしかして自分的には全然そうですね、逆に中学生ぐらいが8年前半ですかね、中学坊主だったんですよね、学校が、はいはいはい、千葉のなんかあの南の方とか坊主学校あの、はい、規則があったので、はいはい、坊主頭なのにその黄緑色のパンツみたいなのが入ってそれでちょっとこうなんかマリンっぽい感じの黄色とかのこうなんかちょっとこうマリンセーラーカラーっぽい感じのシャツとか着てそれでこう大竹椅子とかこう着ながらこうなんかあの快速に乗ってこう、はい、東京とかに行ったりとかしたんですけど、それはちょっとさすがにちょっとしかも一人だった、あの基本的に一人で行動したので友達もあんまり、まあ、いなかったというよりは同趣味の友達がいなかったので、なんかそういう趣味に関しては一人でこう動いてたので、はい、だからそれは結構きつかったなとでもパンクに坊主はあるじゃないですか、まあ、そうですね、パンクに坊主はそうですね、うん確かに。でも中学はちょっと高校になってからは全然そういう意味では、はい、今思い出すと、そうさ思い出した思い出した、高校ぐらいからの頃って10人いたら8人か9人はあのほらここをぐねんってこう、はい、ぐねんってこう分ける感じの分け方、はい、あの全員キッカー工事みたいな、確かにそれ流行りましたね、うん、ねえそうですね。でキッカー工事ぐねん分けをしてないと、してない人はチェッカーズみたいにしてるか、あ確かに絶対そのどっちかだったじゃないですか。そうですねあの僕高3ぐらいの時とかって前髪すごい長かったんですけど、はい、前髪がこう顎ぐらいまであったりとかする時が結構あったんですよ、はいはいはい、パンクですね、はい、で結構それもちょっとついたりとかしたりとかして、はいはい、でそれはなんか割とそうゴシックだったりとか、そのソドムっていうバンドのボーカルのザジさんという人の影響が強かったんですけど、はいはい、でも実際そのザジさんの髪型とチェッカーズのフミヤさんの髪型ってあの髪一重だったんですすごくなんかこうもうある人から見たらもうフミヤさんなんですけど、でも自分としてはもう全然ザジさんだったんですけど、あの自分的には全く違ってたんですけど、でもやっぱり似たもうすごく似たので人から見たら多分すごくチェッカーズの真似してるのかなって思われたことがあるんじゃないかなと思うんですけどね、ある一時期とか、うん、つまり前線してましたよ、前線してました、そうです戦ってましたよ、戦ってました、ね、そうですね、そう思うとですね、はい、イギリスってうん、かっこいいなってそうですね、でも80年代のアメリカの映画見てもやっぱダッセーじゃないですか、みんなタンクトップ着てたりとか、うんそうですよ ね, ね多分でもきっとかこのやっぱり監督のセンスとかきっとその土地もあるのかもしれないですね、なんかあのそういえばあでも違うか This is England って映画があるじゃないですか、あってそれも 2、3年ぐらい前ですかね、その映画もちょうど時期的には同じ時期の80年代82年くらいとかの映画のを題材にしてて、それがなんかああいうなんかいわゆるオイとかそういうパンクの人がよりこうなんか政治色が強くなっちゃうみたいなそういうやつの話だったりするんですけど、あでもあの映画も確かにまあみんな まあ、パンクの格好してるから結構おしゃれって言えばおしゃれだったんだな、そういえば本当はね決してみんながみんなそうだったわけがないとは思うんですけど、でもやっぱりこれはとにかくおしゃれですよね、おしゃれですよね、はい、すごくセンスがみんなセンスがいいですよね、というわけでこのリトルランボーズという映画を、はい、まあ、いろんな切り口で切ってきましたけど、はい、非常にやっぱおすすめ度高い映画です ね,、はい、ね、それは本当にそうですね、うん、その80年代同様っていうところばっかり僕ら切ってきましたけど、うんうん、やっぱポイントは友情ですからね、うん、そうですね、この映画のミソは、うんうん、本当にそこは
そうです、本当にその友情の部分で感動が、すごい感動ができる映画なので、あのまあね、全然80年代のことは別に興味があってもなくても全然すごい単純に本当楽しい、すごくいい映画だなと思うし、そうですね、まあ逆にそういう80年代知らない人もでも見てその80年代を知るっていうのも面白いかなとも思うし、そうですね、ぜひねちょっと皆さんも見ていただきたいなと思います ね、 そうですね、はい、はい、というわけで梶秀樹さんとリトルランボーズをですね掘り下げてまいりました、はい、またこう機会があったら何かあるですね、そうですね、はい、すごくいろいろまたサッカーの話したりいいですね、楽しいです、ぜひまた遊びに来ていただきたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします、というわけで伊藤翔吉の時事放題これにてさよなら、さよなら、どうもこんにちは、日本の音楽家音楽プロデューサー石田翔吉と言います。どうも、じゃあ質問をいくつか、させていただいてよろしいでしょうか。 Absolutely. Ask us anything you like. とても映画見て、感動したんですけども。 Oh, thank you very much. 僕は1968年生まれなので多分年齢がとても近いと思うんです。自分の思い出の中にたくさん入っている80年代をこう掘り起こされるような映画ですごく楽しかったんですけど、この年代に対する思い入れとかメッセージ性みたいなものがその辺がありましたらお聞かせいただきたいんですけど。Or like you, we grew up in the 80s. やはり自分たちも80年代子供時代を過ごして、非常に強い思い入れがあります。とにかく創造性を働かせないといけなかった時代だったんだと。で、もちろんその80年代当時の、テクノロジーっていうのはあったんだけれども、非常に今ほど洗練されていなくて、それだから子供とか若い世代にがアクセスしやすいようなところもあった。非常に原始的なものだったので、どうしても、自分がそのテクノロジーと向かうときにクリエイティブにならざるを得なかった時代だったと思うと、今では子供でもその電話ですぐに音楽が作れてしまう時代だったけれども、映画の中で、ビデオカメラを子供が回して映画を撮るというシーンがすごく象徴的なんですが、実は僕の実家は、僕の父は電気屋さんを営んでいて、子供の頃ビデオカメラというものはものすごい高価だったという思い出がありますが、この辺の実情的な、まあ、なんて言うんでしょう、イギリスでのビデオカメラ、当時のビデオカメラを持っている子供という、設定はこうどういう、まあ、社会的な、まあ、ヒエラルキーじゃないですけど、なんて言うんでしょう、そういったものをちょっとこの映画の中でどういうふうにこう込めたかったのか、ちょっとお話しいただけると嬉しいです。That's a good, very good question. I know from my experience when I was a child, the only reason お母さんご自身の家にも、子供時代にビデオカメラがあったんですけど、それが唯一の理由が、その友人が国を離れるときにもう全て家財道具を売り尽くしたときにたまたま手に入れたものだった、もらい物だったんだと。で、映画の中でも、主人公のリー少年 の、 家にが初めて映るときに、ちょっとよく見ていただくと、結構いろいろその怪しいものが映り込んでいるのが見えると思います。例えば海賊版のビデオだったり、決して裕福な家庭ではないんだけれども、なんとなくそういった流れで、まあま、もらい受けたものなのかなっていう印象、ことは想像できるんじゃないかしら。なまさに聞きたかったことがあるんですが、お二人のうちのどちらかの実体験に基づく部分がこの映画の中に描かれていたりしますか？ YesYes, a lot. もちろんその自分たちの実体験には基づいているんだけれども、完璧にそれをそのまんまリアルに描いているというわけではないです。例えばその実際に自分が見た映画は、ランボー、初めてその大人の映画っていうんですか、見たのはランボーだったんだけれども、それ以外はほとんどその今の自分たち、大人になってから自分たちがどのように子供時代を覚えているかというような視点からお母さんは撮られたと。で、ニックさんの方はあの当時は全員どこでもフランス人の転校生がやってきたものだったと。そこはすごくリアルなものがあって、であとリアルと
といえばそのコモンルーム、あの学生が集まるそのまあ広場といいますか、そこがどういうふうにあのを移そうかという時に、あの当時今もうそこに実際行ってみれば、あなんだそんな憧れたほど大したことないなというふうになったんだけれども、あの当時自分たちが憧れた通りのものすごい素敵な空間っていうのをあの映し出そうと思ってああいう形になりました。はい、今コモンルームの話が出てきたので、ちょうどその話にちょっと、聞きたいことがあるんですが、ものすごい奇抜なファッションをしたあのゴシックの格好をした子どもたちとかがあの子どもコモンルームにたくさんいたんですけど、実際あの当時のイギリスの若者というよりも子どもですよね、まあ、小学生から中学生の中にもああいうファッションをしていた、まあ、ティーンエイジ、すごく若いですかも年度の若い方のティーンエイジャーは本当にあんなにいたんでしょうかという。Again, not really. ものすごく誇張表現なんだあれはと、っていうのはやはりあの子どもの目から見るとああいう、まあ、ファッションというのはすごくあのみんなが制服でいるときに制服ではない単にその理由だけでもうクールでグルービーなあのやつに見えたんだと。で本当に大きくてカラフルであのそういったファッションのように見えるファッションをそのままあの映し出した。じゃあ次にちょっとあの制作会社ハンマー&トングスの方についてちょっとお伺いしたいと思います。お二人のこう、まあ、出会いといいますか、一緒にこう、まあ、仕事する前にお二人が出会ったきっかけみたいなものがあったら教えてください。We met at まずあのアートカレッジ、まあ、ミドルセックスシーという、まあ、あの町ですかね、で出会って、その後あのやはり大学に進んでグラフィックデザインを共に学んだと。でもうその頃から学生の頃からあの一緒に、ミュージックビデオをあの作っていたんだ。ニックさんに、お伺いしますが、プロデューサーとしてですね、ガース監督をですねコントロールしていく上で一番気を使っている部分、それから監督の手腕で一番評価している部分教えてください。Well, we sit very close together when we're working. So yeah, this is Garth's desk and that's my desk. So we're very in close connection. あの仕事をしているときはここオフィスの中ではあの非常にまあ密接した、本当に肉体的に物理的にまあ隣同士に座ったりとか、とても密接した関係を持っているんだと。であの撮影に現場ではあのやはりその非常すごくあの細かいことに集中しなければいけない監督の代わりに、もうちょっとあのその全体像をあの冷静にまあ客観的な目で捉えることがをするようにはしているんだと。で、2番目の質問ですが、もう20年以上もあの友達でいるので、もうすでに何でしょうね、もう結婚したカップルのようなあの夫婦のような関係にはなってしまっているんだけれども、だからこれだけ長く続くということは何かあの、まあ、いいことをしてるんだろうなと。まあ、あのとにかくガースの、その才能は認めます、認めるけどね。たくさんあの素敵なミュージックビデオいろいろ撮られてますけども、あの毎回すごくユニークなその映像のアイデア、どの辺からこう出てくるんでしょうか。まあ、端的に言えば音楽が全て の, そのアイデアの源泉になっているんだと。であの本当にたまに偶然そのあの前から持っていたアイデアと音楽が合致することもあの稀にはあるんだけれども、自分たちがそのビデオを作りたいと本当にあの大好きだからあの作りたいと思うアーティストとしかあのコラボレートしてないので、そのもうアーティストが持っているも の, あの音楽そのものにインスピレーションを受けること。僕自身もあの音楽作品を今までたくさん作ってきたんですが、僕の作品にビデオをつけてくれるとしたらいくら払えば作ってもらえるでしょうか。Well, we
お金は全然問題じゃないよと。とにかくその音楽に自分たちが惚れれば、あと一番重要なのが自分たちがそれだけ時間の余裕、時間的余裕があればいくらでもお作りしますよって言って、で、まあただその時間が今のところ問題で、もうすでに次のその映画作品に取り掛かってるので、あと2年はもうがっちりちょっと忙しい感じなんだよね。ちょっと順番が前後してしまうんですが、この映画を作るにあたっての一番のこう作ろうと思ったきっかけは何ですか？最初にその他人 の, その脚本とかいろいろ読んでた時期もあったんだけれども、結局そのガースさん自身 の, その子供時代の体験に基づいた何かを作りたいと言ったがきっかけでニックさんもこうして反応して、でやっぱりそれだけ付き合いが長いお二人なので、その時代、子供時代に感じたその友情っていうのを二人でコラボレートして描いたらすごくいいものが作れるんじゃないかっていうところがやっぱり一番きっかけだったんじゃないか。音楽も2人で選ばれたんですか？クルー全体でいろいろワイワイやりながらやったそうですね。とにかくその当時の80年代の音楽というのは本当にいいものが豊富にあったので、選ぶ作業がとても楽しかったと。で、どうやって実際選んだかっていうと、いろんなシーンにこれいいんじゃないか、これいいんじゃないかってみんなが候補曲を持ってきて、つどつど当てていって、どれが一番しっかりくるか、しっくりくるかっていうので選んだんだ。お二人の80年代当時の、すごくフェイバリットだったアーティストは何ですか？とにかく、すごくたくさんいすぎて答えに困ってしまうぐらいなんだけれども、とにかくこの映画、に関して言えば絶対これは入れたいと思っていたのが、そのスージー&ザ・バンシーズのピーカブっていう曲だったんだ。それだけは絶対外せなかったんだ。で、あと残念ながら映画に使えなかったんだけれども、クラフトワークの音楽も当時自分たちも大ファンだったので、それは使いたいなと思ったけれども、残念ながら漏れてしまった。で、もう一人はもう一つのアーティストっていうか、バンドはキュアで、キュアも自分たち大ファンだったので、ぜひ使いたいと思って実現してよかったと。で、とにかくその自分たち自身としても答えに非常に迷ってしまうっていうか、一人のアーティスト決められないので、映画に関しても幅広くいろんな種類の多彩なアーティストを選ぶようにしたんだけどね。今上がったような名前のアーティストは、僕らが少年時代聴いていたとしたらものすごいマスター書きだったんですけど、イギリス本国ではそのあたりはみんなそういうの聴いていたのか、ものすごいやっぱりこう尖った子が聴いていたのか、どっちなんでしょう？It's a very good question because the children, the two main children in the film、とにかくその映画の中に出てくる音楽っていうのは、その2人の主人公に、子供にとってとにかく斬新なものでなければいけないと思ってたんだと。で、いい例がそのスージー&ザ・バンシーズのピーカブーなんですけれども、もともと本当に若年層に向けの音楽では決してない、とても謎めいたゴシック、ゴシな感じがしますよねと。で、そういった大人な音楽を子供が初めて聞いた時に感じる興奮だとか、わあ新しいものだというその斬新さっていうのを、やっぱり音楽としても表現したかったことだと。 It's not like a music that's catered for that age group.Not very good answer to your question, but hopefully that makes sense. Yeah. 確かにランボーという映画を僕ら子供の頃初めて見た時もそうですし、イギリスやアメリカのロックンロールに触れた時もそうですけど、そういうような未知のものに触れたワクワク感っていう、それを思い出すような本当ワクワク感に満ちた映画だったと思いますね。Well, I'm so pleased you felt. とにかくそういったその感受性の、豊かな子供時代、可能性だけがあって不可能はないと感じれるような、そういったその、大胆さなりワクワク感っていうのを出したかったんだ。だからそうやって感じていただいて本当に嬉しく思います。はい。That's a good. That's a nice feeling.
企業秘密の部分もあるかと思いますが、今現在手掛けているのはどんなお仕事をやられてますか？やはりちょっとあまり言えないこともいっぱいあるんですが、次の作品は子どもの向けのアニメ作品になりますと。で、大体来年初頭の完成を目指しています。この作品が日本で公開されるにあたってのこう日本のファンにメッセージをお願いします。やっと日本公開ということとのことで本当に自分たちも嬉しく思って興奮していますと。で、自分たちが作っている時に感じたその充実感なり楽しさっていうのを見ている皆さん、ご覧になる皆さんもそれ以上の楽しさをこの映画で覚えていただければいいなと思います。でニックさんの方は同感ですと。今日は貴重な話をたくさん、伺いましてとても光栄でした。ありがとうございます。Thank you very much. We appreciate it. Bye. Bye. Bye.